皆さんこんにちは、佐藤久美です。私は今このラベンダーで有名な富良野に来ています。帯広から150キロぐらい走ったところなんですけれども、こちらに今ですね、昨日トカチの24時間レースを戦い終えたばっかりのお二人に来ていただいてますので、ご紹介いたします。プローバレーシングディビジョンの監督福島さんとドライバーの吉田選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。戦い終えてお疲れかと思いますけれども、お二人いかがだったでしょうか、昨日のレースは。監督。はい、結果的には3位だったんですが、ちょっと僕の心の中では悔しいところも残ってますけども、気持ちは晴れてます。はい、じゃあ吉田選手は。はい、とりあえずまあ目標にしてましたその完走っていう部分でですね、できましたので、初めてインプレッサーで出場したんで、とりあえず 1,2 完走で、まあ、結果がついてこればって思ってたんですけども、まあ、でも3位取れましたんで、次来年は1位を目指してもう1回頑張りたいと思います。はい、それではですね、レースも終わりましたので、今日はのんびり3人で、北海道をドライブしながらいろいろお話を伺っていきたいと思います。福島監督、吉田選手、トカチ24時間レース、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかお二人ともちょっとややお疲れモード入ってるみたいなんですけども、大丈夫ですか。はい、そうですね、だって昨日レースでもう寝ないでずっとやってたじゃないですか。ほんで今日はもう一日楽しめるっていうか、ゆっくりできる、助手席で、まあ、気持ちも今日はやらきますね。吉田選手はいかがですか、はい、疲れは取れました。いやもうそうですね、だいぶ楽になりましたけども、なんかお顔ちょっと骸骨くんみたいになってるけど大丈夫ですか。そうですか、もっと決勝終わった時はもっとひどかったですよ。よかったです、はい。結果は第クラス3位ということで。そうです、3位入賞ですね、はい、表彰台にも立って、はい、おめでとうございますと言って良いんでしょうか。3位はやっぱり3位はねって、はい、じゃあその敗因は何だったんですかね。ただね、その結果的には3位だったんですけども、すごくもう24時間を走ったにもかかわらず僅差で3位、ね、やっぱ24時間で何が起こるか分かんないですからね。という中で一体何が起こったんでしょうか。車の方はどうだったんですか。基本的にはね、その、まあ、相手はランサーと BMW っていうそういうクラスにいたってるんで、はい、で今回も予想では、もっとランサーがぶっちぎっちゃうんじゃないか、特に距離が長いんで、24時間のある中では差がすごく大きく開いちゃうんじゃないかっていうふうに予想してたんですけども、はい、結局終わってみればもう最後の1時間の戦いだった。最後の最後まで戦ってたわけですね。インプレッサーが十勝で24時間レースをするっていうのは初めてなんですよ。あ、そうなんですか。うちでもう3年間インプレッサーやってるんですけども、はい、今回が初めてで、初めての24時間挑戦、はい、でインプレッサーがどこまで持つか、はい、それが一番心配なところだったんですよね。だから信頼耐久性、はい、その耐久性っていうことに関して、車が部品がどこまで持つか、はい、まあ、ぶつけ本番みたいなそういうところがあったので。なるほど。2人ですが結構その作戦の立て方としては、例えばブレーキとかそういう消耗品ですか、結構余裕持って変えていくような感じなんですか、それともそんな悠長なことをしてらんないんですか。でも24時間でそうやって車を持たせなくちゃいけないっていうので、はい、ドライバーにはもう大事にしてくれよ、大事にしてくれよ、大事にしてくれよって、もう口が酸っぱくなるぐらい、吉田君の中にはいいですね。